さあブリヂストンから立ち上がってきます。スタートは切られました。スタート。後ろを若干振り返りつつ、木村伊織1コーナーへと飛び込んでいきます。木村伊織がトップ、2番手に佐藤蓮、そして何かパーツが飛びましたか。今1コーナー、3コーナーへとなだれ込んでいく。各ドライバーは接触しまくり、なんとか抜けてきます。なんとか抜けてきます。フロントフェアリングが飛んでしまったのは戸沢亮ですね。戸沢亮です。トップは木村、2番手に佐藤、その後ろに池田遥人がピッタピタ、4番手にはこのカラーリングは大草力が上がってきたでしょうか。その後ろもこれ田村勇輝が上がってるんじゃないでしょうか。かなりの勢いで順位が入れ替わっています。小関純馬も後ろにドロップ、名取哲平もちょっとドロップをしてしまいましたね。青柳の後ろにいます。先頭は木村伊織、2番手に池田遥人が変わりまして、3番手に佐藤、4番手に大草、5番手に田村、6番手にはカーナンバー10番青柳、その後ろに名取哲平、小関風磨、武井春人、小沢健吾と続きますが、まだまだその後ろにもずらーっと並んでいる。上位陣ブリヂストンを通過してきますが、動くドライバーはいません。現在まだまだ間合いを詰めている状況。そんな中で元気のいい走りをしているのが3番手の佐藤蓮です。このドライバーカデットから上がってきたばかりでかなり息がいい、去年東地域で全勝したドライバーです。さあその前には池田遥人がいる。インサイド飛び込んだ、ついてきた。木村伊織は3番手にドロップ、後ろから大草力もピタッとつける。大草はダントップでやはり飛び込んでまいりました。大草3番手に浮上、木村4番手、後ろには田村とそして青柳がついています。トップ2、そしてここで入れ替わる。佐藤蓮が飛び込みました。ブリヂストン池田はタコツボ行きたいが、これはダメ、ギリ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 です。最終コーナーから立ち上がってくる佐藤、池田、大草、なんというテールトゥーノースの長さか。コーナー下り込んで右に行きます。大草力が2番手に浮上、イン側にアプローチをしているのは木村です。3コーナーではどうか。佐藤の後ろ大草、そして木村、さらに田村が上がってきました。ここが地元の田村。そのイン側1台飛び込んで戻していくのは青柳、田村、名取、小関のイン側に武井遥人が入っていましたね。武井がワンポジションアップです。その後ろに小関、ブリヂストンのところではその2台後ろでも一台飛び込んできているのは渡辺海ですね。スターティンググリッド5番手だったんですが、渡辺現在ポジションドロップしてしまいまして、今必死に戻しているところ、平賀翔吾をパスしました。渡辺海は現在11番手です。4周終了、5周目です。トップの佐藤蓮は後ろを1秒近く引き離していますが、これはちょっとジュニアのドライバー、2番手以降のドライバーにとっては厄介な展開になってまいりました。昨日の練習走行で佐藤蓮がずば抜けて速かったのは誰もが認めるところでしょう。このドライバーをトップに出して2番手以降が競り合うともう太刀打ちできません。2番手大草力、追うことができるでしょうか。しかしこの大草も木村伊織とのバトルの最中、全力でタイムを出しに行くのが難しい状況です。3コーナー木村が入った、青柳俊之介も入りました。ダンロップヘアピンからの立ち上がり、青柳俊之介がみるみるうちに上がってまいりまして、先ほどまで上位にいました池田遥人が現在9番手とドロップをしています。2番手争いをしているスピリットのマシンは青柳、これで2番手に浮上です。6周終了、7周目。しかしこの間に佐藤蓮は2秒166という圧倒的なマージンを築きました。後ろからは木村、また大草がまだまだ来ています。2番手に上がりました青柳俊之介、佐藤を上回るペースで
後ろを引き連れながら追っていくことはできるのか。そして木村と大草はそんな青柳についていくのか、それともここでまたまたトップを諦めて2番手争いをするのか。まだレースは前半戦です。7周終了、8周で20周の決勝ヒート、どう組み立てていくか、各ドライバーの思惑が見え隠れしております。木村伊織は1コーナーから2コーナーで2番手に浮上、それを青柳俊之介がまた返していく。そして一バトルごとにトップが離れていくというこの展開。佐藤蓮のラップタイムは44秒160。2番手以降のドライバーでそれに匹敵するスピードを出しているのは、かろうじて青柳傷あたりかなという感じもいたしますが、でも競ってしまうとそれだけやっぱり落ちてしまいますので、やはりそうですね、この1周でもコンマ4ラップタイムが落ちました。そして佐藤のアドバンテージは2秒687に広がります。これはもう佐藤蓮がカデット時代からのあの速さをジュニアカテゴリーでも見せ、ひょっとして今年も東地域連続で優勝を取っていくんじゃないか、そんなことを予感させる展開になってまいりました。2番手争いはブリヂストン、もう前に追いつくことはないのか。九州終了、10周目、2番手争いの3台はまだまだこれからという雰囲気。木村伊織もまだ余力が残っていそうです。大草力は様子を見ているという感じか。その後ろ少し離れて池田晴人が再び上がってきましたね。これは池田晴人ペースも非常にトップの佐藤蓮を上回るペースで今走っています。パステストラップも池田晴人が取っています。43秒841。これは前の大きさに追いついて2番手争いが4台になりそう。その後ろから名取哲平もペースを上げています。少し離れて竹井、小関、渡辺、さらに離れて田村、小沢、平賀、佐藤、カブレラも上がってきましたね。14番手まで20番手スタートから上がってきました。ガブリエル・カブレラです。さあ2番手争い、また競り合いが起こっています。青柳の後ろ木村戦闘モードに入ってきたでしょうか。そして池田晴人はやはり大草力の後ろについてまいりました。大草力24番をつけています。現在4番手を走行中。5番手の池田晴人が間合いを詰めてきます。最終コーナーから立ち上がり、インカーに振った、ホームストレートから1コーナーに行こうということか。池田晴人1コーナーでインカーを取っていく。4番手に浮上、そしてついてこい、ついてこいと言いました。そうです、分かっているでしょう、本人も。俺は今ペースが非常にいいんだ、無駄なバトルを仕掛けるよりはついてきやがれ、そんな感じじゃないでしょうか。池田晴人ダンロップヘアピンから立ち上がっていく。前には木村伊織の背中が見えています。このペースだと本当にあっという間に追いつくでしょう。それぐらい池田晴人乗れています。最終コーナーから立ち上がってきます。トップは佐藤、2番手青柳、そして木村、池田、大草、そして武井晴人がその後ろに上がりまして、武井、名取、小関、あ、カーナンバー24番に警告機が出されますね。大草力です。大草力に警告機が出されます。現在5番手を走行しています大草に警告機です。12周終了、まもなく13周終了というところ、残り周回数は7周になりました。トップの佐藤は2番手以降に3秒以上のマージンを続いています。2番手争いはまだ分かりません。青柳の後ろに木村、そして池田がパステストラップを更新しながら追っています。今まさにまたパステストラップが更新されました。池田晴人43秒698、
どのドライバーもタイムを上げてきているんです。自己ベストはどんどん上がってきているんですが、その中でも池田の上がり方がずば抜けています。木村伊織との間をじわりじわりと削り取っていきます。2番手争いに参入してきました池田晴人。スターティンググリッドは2番手でした。そこから7番手8番手あたりまでドロップしたでしょうか池田。さあ完全に戻して木村伊織に勝負を仕掛けていきます。14周終了、残り周回数6周。トップの佐藤にはもう及ばないかもしれないけれど、2位争いはこのままチェッカードフラッグまで激しくなっていきそう。5番手は少し離れましたが、ここもテールトゥーノーズです。武井春人の後ろに大草力、そして名取哲平、渡辺海、小関風磨と続いています。田村優希はさらに離れました。そしてブリヂストンコーナーで木村伊織がまず動きました。あ、それを青柳返していく。池田春人もついて、そう木村伊織乗り上げて着地を失速。レーススピードには戻りましたが、1コーナーまで武井に追いつかれそうだ。なんとか4番手はキープしておりますが、木村伊織思わぬ接触がありました。さあこれで2番手争い落ち着いちゃうんでしょうか。現在青柳そして池田というオーダーになっています。その後ろ4番手争いに武井がダンロップヘアピン入ってきましたが、逆に上りで失速。木村、大草、武井、名取、渡辺までが一段となって激しくなってきた。さあブリヂストンのところで1台入ってきました。インサイドこれは名取決定、それを武井春人が戻していく。これを前に最終コーナーから立ち上がってきます。あちこちで終盤に向けてのバトルという様相を呈してまいりました。残り周回数は4周。トップ佐藤4秒以上の差をつけています。2番手青柳、後ろから池田はまだ諦めていない。4番手の木村伊織も前の2台が競り合えばまだチャンスがあります。レースは最後の最後まで何が起こるか分かりません。それは木村の後ろの、あ、雨がパラパラきたか。ここで天の神様がまたまた朝のような気まぐれを起こしてしまったんでしょうか。残り3周で雨が落ちてきました。各ドライバー慎重にならざるを得ない。彼らのバイザーにも雨粒がパタ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 落ちてきていることでしょう。一気にラップに落ちていきます。トップ佐藤、2番手青柳の後ろに池田晴人がついてきた。でも無理に突っ込んじゃうとスピンということにもなりかねない微妙な局面。しかし FP ジュニアは朝の時点の、ね、タイトラでもレインスリックでの走行をしています。思えばあのレインスリック頑張って走っといてよかった、いい練習になった、そんな状況ではないでしょうか。雨足強まってきた。残り周回数は2周。ラストラップ2、2番手3番手争い激しくなってまいりました。読めない展開、読めない展開。4番手に木村、そして大草、武井、残り周回数は2周で2番手3番手争いはヘアピン。各ドライバーギリギリのところでバトルをしています。必要以上に雨を警戒するとあっという間に後ろに追いつかれ入ってこられる。さあブリヂストン2番手3番手争いどうか。ちょっとでもラインを外すと吹っ飛んでいきそうだ。ドライバーもそうだけど見てる保護者の皆さんもメカニックの皆さんも手に汗でしょう。ファイナルラップです。トップ佐藤蓮は悠々、これだけのマージンがあれば少しぐらいラップが落ちちゃって問題ありません。問題は2番手3番手4番手争い。4番手は木村より後ろが大きく広がりました。5番手争いは4台で現在3コーナー、そして2番手争いはダントップヘアピンです。さあここで飛び込んできたダンロップヘアピン、名取哲平一気にポジションを上げました。5番手に浮上。さあそして最後の抜きどころ2番手3番手争いはどうか。青柳後ろを警戒したライン、そしてトップは佐藤蓮、2番手青柳、3番手池田晴人、4番手木村より5番手名取、その後ろに
大木さん、そして渡辺武彦関さん、そして田中、これガブリエル・カブリラが最後10番手に上がりまして、集団の前に出てチェッカー、思わずガッツポーズが出ておりましたね。フィリピンからのドライバーです、カブレラ。以上、最後までちょっとドキドキの FP ジュニアクラスでした。